はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、久々にね、家からの撮影となっておりまして、ちょっとね、もうめちゃめちゃ食べたくて気になる商品があったんですよ。まあね、ご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、天下一品さんから通販だとかね、お持ち帰り用の商品、家麺というメニューが販売されておりまして、なんかさ、天下一品さんのラーメンってたまーに無償に食べたくなりません？それがね、今ちょっと来ちゃいまして、今回はね、そちらのメニューを注文させていただきました。で、一応ね、今回は6食セットかな？ 6 食セット購入して、まあ食べても4食軽めのね、まあ感じの、まあ大食いってほどでもないのかもしれないですけど、それと今回はね、もちろん白飯もまあ炊いてね、用意してありますので、そちらの天下一品さんのこってりラーメンと白飯をセットで食べていこうと思います。ちょっとね、今日この撮影のためにお昼ご飯とか食べてないんで、現在ね、時刻は12時48分。早速ラーメンを作っていきたいと思います。よいしょ、うわ。ということで、ただいまね、キッチンに移ってまいりました。いいよ、重た。これね、今回いただくのが家麺という商品でして、こんな感じでね、まあしっかりとした箱に入っております。早速ね、こちらの商品開けていきたいと思います。よいしょ、おい、まあ、この箱に入っているのが、この説明書よ、作り方なんかも書いてある説明書と、これがスープの素だね。これ見えるかな、まあ家麺ということで、これこってりスープでございますね。こちらが6袋に、お、チャーシュー入ってる、あ、メンマ入ってる、え、めっちゃ豪華じゃん。チャーシューですね。チャーシューと、こちらが味付きメンマと。はいはいはい。このチャーシュー冷蔵庫から出しとくべきだったな。まあいっか。で、まあこちらね、天下一品さんの麺と、まあこれは皆さんご存知ですよね。こちらがラーメンのタレと、からし味噌、ニンニク薬味と、まあこれ辺もね、味変のトッピングが入っております。この家麺の内容はこんな感じでございますね。いや、トッピングもかなり充実してるし、特にね、自分で用意しなくてもしっかりね、天一さんのうまいラーメンが食べれそうですね。そしたら早速ね、これ天一さんのラーメン作っていきましょう。ひとまずはこれ、タレを器の方に入れていくそうです。まず4食分だけど、ちょっとね、濃くなりそうだから、これは控えめに3袋だけ入れちゃいたいと思います。薄かったらね、後から入れればいいし。うん。で、この器に4食分入るかな。で、そしたらスープ、お水を混ぜると。で、このスープなんですけど、まあ、1袋につき 150ml 鍋に入れて合わせるそうなんですよ。ただ2食で作る場合は若干ね、水の量が変わるそうで 230ml ってことなんで、まあ、そこら辺はね、調整しながら入れていきたいと思います。今回は2食以上作るときは一緒に混ぜちゃうとね、結構ね、味が変わっちゃうらしいので、これは表記通り鍋別でちょっと作っていこうかな。よーよーえい、よいしょ、はい。さすがに4食分入んねえかな。スープは3食分にして、麺だけ4食茹でよう。そうしよう。たらここに規定量のお水を入れていきまして、おい、そしたらこれを弱火にかけてじっくりと溶かしていくそうでございます。よいしょ。よ、これ見えます？もう、ゼラチンみたいなすっごい塊。一応ね、これ調べたら、やっぱり、こんだけね、ドロドロなんで、焦げ付きやすいらしくて、まぁ、ちょっとね、時間かかったとしても、ゆっくりね、溶かしていった方がいいかもしれないですね。で、一応、今回はね、やっぱ食べたかったんで、こってりのラーメンを購入したんですけど、あっさりの方もあるみたいで、これはね、ちょっと皆さんのお好みで、注文してみてください。そしたら今ね、横でスープ溶かしてる間に、このね、チャーシューちょっとね、準備しちゃおうかなと思います。ベタベタになるから一回指を外そう。チャーシューはね、こんな感じでございますね。ただこれちょっとチャーシュー切っていきましょうか。あ、よいしょ。はいはい、こんな感じっすね。これまあロースかなと思うんですけど、
いい感じでございます。これね、ちょっと端の方は個人的に食べちゃいたいと思います。あ、うまいわ。冷たくても全然硬すぎるってことはないですね。いけるいける。うん、これだいぶねスープ溶けてきましたけど、チー油がすごいね、上澄みが真っ黄色、すげえなこれ。そしたらこれスープが沸騰してきましたんで、早速ね麺茹でていこうと思います。でこれめちゃめちゃ便利で、麺茹でるのこのまんまねスープに2分半入れるだけだそうです。あ、これだけでいいのはマジで便利だな。あ、これ便利だね。超便利じゃないですかこれ。ただまあちょっと焦げ付きが心配だなこれ、普通のフライパンでやってると。あ、でもしっかりほぐれるわこれ。こんな感じ。うわ、めっちゃもううまそうだな。もう天一だなこれ。よし、じゃあそろそろいい感じかな。器の方に麺ね移していきましょう。麺とスープ投入していきましょうこれ。おは、うまそう、めっちゃうまそうだなこれ。あ、ちょうどいいちょうどいい。スープね3袋でちょうどよかった。よいしょ。重たすぎて全然麺線が整わないんですけど、まあいっか。ちょっとチャーシューは豪華にいかせていただきます。絶対うまいもんな。ほいほい、ちょっともう一回いこう。そしたらここにメンマですね。メンマも半分ぐらい入れちゃっていいのか。よよ。で、そしたら今日はね、これ買ってきたんですけど、できたもんですね。これにね、ちょっと味玉を乗っけまして、で、ネギと、ちょっとたっぷり乗っちゃっていいかな、これ。上にしよう。うん。今回はもちろん、白も買ってきましたんで、白は、じゃあこの脇に乗せちゃいましょう。うわぁ。絶対うまいやつじゃん、これ。ということで、今ね、この天下一品さんの家麺完成いたしました。これめっちゃうまそう。匂いはね、もう完全に天下一品。これで伸びちゃうといけないんで、早速ね、ちょっと準備して、向こうの部屋で食べていこうと思います。ということで、ただいまね、こちら天下一品さんのメニュー完成したので、部屋ね、移ってまいりました。これね、めちゃめちゃうまそうなんで、早速ね、食べ進めていこうと思います。いただきます。これまずねスープからということで、もううわいいね、こってりな感じ。うわ、とろとろしてるね。いや、これ絶対うまいんだよなこれ。あー、うん、出してる天一だ。うん、まっ。ちょっとこれ麺いこう。これダマになっちゃうから早く食わないと。おい、麺こんな感じっすね。うまそう。絶対うまいこれ。よいしょ、いただきます。うん、うまい。これはライスだ。うん、これだよ、これ、これですよ。あったかいチャーシューもうまっ。うん、これがうまい。本当に結構お店の味そのまま。これね、冗談抜きでそのまんま。やっぱね、普通の通販とかだと最近のはね冷凍が多いので、一回麺とかも冷凍しちゃうと若干感ね変わっちゃうんですよ、グルテンとか。その分このメニューは生麺なんで、そのね違いがないというか、マジでお店そのまま。いいよ、よいしょ。いいや、天一さんはもう本当にね濃厚なので、このライスとねラーメン、これがねめちゃめちゃ合うんすよ。うん、うん、うまっ。うめえな。
以前一回ね、天一さんで撮影をしたことがあったんですけど、それ以降、正直、なかなかね、スケジュール的に、一回ぐらいしか行けてないかな。だからこうやってね、家で食えるっていうのはもう本当に僕らにとってもありがたい。うん。うま。いや、めっちゃうまいな。ダメだ、止まんねえな。うん、うまい。ずっとね、この画面端に隠れていた、潜んでいたこのビール、もういっちゃっていいですか。我慢できないです。うわ、皆さん乾杯と。以前もね、店舗さんの方は撮影で伺ったんで、もちろんね、ビールなんか飲めなかったし、このね、こってりとしたスープに絶対ビール合うと思ってたんで、正直ね、これはマジで念願が叶ってる感じ。これお酒好きな人はわかると思うんですけど、本当にね、このスープで飲めるビールが。いや、マジでうまい。うん。最近はもう外の撮影もかなり増えたんで、家撮りでね、撮影できる回数が昔に比べるとすごく減ったと思うんですけど、やっぱりね、こうやって家で撮ってると、お店でね、撮影した時ではちょっと楽しめない方法とか、いろいろと自分なりに楽しめるんで、いいっすね、こういうの。ありだ、あり。あ、そうだ。味変持ってくの忘れてた。忘れてました。よいしょ。はい。戻りましたと。そしたら2種類あるんだけど、まずこっちかな。これね、からし味噌でございます。はい。このまんまいっちゃう？はい。全部は多いから、ちょっとね、控えめで。はい、はい。いただきます。おお、うん、おかず感もつまみ感もものすごく増しますわ。味噌のコクも加わりますし、からしのね、この辛みと香り、これがね、いいアクセントになってすっごいうまいです。うん、いや、めちゃめちゃあり。うん、そしたら続きましてこちらですね、ニンニク薬味でございますね。これはね、絶対合うと思うんだよね。ニンニクっすよ。パンチ増すなこれ。ちょっと香り。あ、うん。ニンニクのいい香り。まあ当たり前なんだけど。よいしょ。うん。うん。うま。あ、ニンニクのいい香りするなうん。ちょっとね、どっちもうまくて、コーツつけらんないんだけど、あえてつけるとしたら、個人的に好みなのは、ニンニク薬味の方かな。このまろやかなこってりスープが、ガツンとしたね、パワー加わるんで、結構僕は好きっすね。うん。止まんね。そしたらラストにね、これ残ったご飯をこちらにドボンと。絶対うまいな、これ。個人的にね、天一さんのこってりスープ、飲むスープっていうよりかは、食べるスープだと思ってるんで、これね、締めはライスと一緒に行かせていただきます。うまい。
うん、うん、はい、ということで、ただいまね、すべて完食いたしました。ごちそうさまでした。ということで、ただいまね、天下一品さんの持ち帰り通販のメニューになります家麺4食分ほどいただいてまいりましたが、お店の味そのまま味の濃厚さとか香りの良さとか、これはね、もう本当にお店で食べたこってりそのままが再現された最高の一品でございました。やっぱりね、無性にこの天一のこってり食いてえなっていう日、皆さんもね、中にはあると思うんですけど、注文してもね、結構早めに届くんですよ。だから、まあその日ってのはさすがにね、無理なんですけど、あ、この日ちょっと予定が空いてるなと、重たいラーメン食べれるなと、そんな時にはね、ぜひこの家麺注文してみて、このこってりね、ご自宅で楽しんでみてください。本当にね、食数少なめから、まあ、今回僕が買ったような6食みたいな形で、いろいろとね、数の幅はある感じで販売しておりました。まあ、生麺になるので、冷凍麺に比べると、賞味期限がね、若干短い分、皆さんもね、無理のない食数で、こちらの商品を買ってみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いいたします。ちょうど今ね、娘氏と奥様が1歳半検診から帰ってきましたので、この後はね、娘氏とめちゃくちゃ遊びたいと思います。じゃあねー。いや、お腹いっぱいです。ごちそうさまでした。